ロードキャスト営業部松村と申します。弊社のブースではデジタイズからアーカイブまでをテーマとした展示を行っております。まずこちらでは朝霞 ACL2000 を使って VTR テープの自動ローダリングを行っております。こちらは VTR テープが約30巻から70巻ほど収容が可能となっております。続いてグルーキャスト、グルーボックスにてインジェストを行っております。こちらのインジェスターに関しては位置入力に対して3つの異なるコーデックを2つの保存先に保存することが可能です。また同時に VTR エラーロガーを使用し、VTR からのコンディションやフレームエラー等の監視を行っております。さらにインジェストし終わった素材に関してはビットノートにてクオリティチェックを行っております。こちらの QC は HD、4K ともに対応しておりまして、 HD の場合実尺の4分の1、4K の場合実尺より少し短い時間での QC が可能となっています。または QC を行う際に内部でプロキシを生成しておりますので NG 部の即時確認が可能となっております。そして MMT コーナーでは MMT ストリームの収録再生が可能な G-Jive を展示しております。こちらは MMT ストリームの収録、また収録したものの送出、また外部から持ち込んだ TA 素材を MMT ストリームとしてエンコードし送出することが可能となっております。今回の展示では G-Jive から送出した MMT ストリームを 8K プレイヤーである XJAVE8K にてリアルタイムデコードを行いディスプレイに展示しております。最後にこちらが MMT の伝送技術を利用した低遅延のエンコーダーデコーダーになります。こちらのエンコーダー側でベースバンドを HVC に変換し、そちらをデコーダー側に対して MMT ストリームで送出するようなイメージとなっております。遅延量も3フレームとわずかのため繰り返し用として活用することが可能です。弊社では今ご説明させていただいた製品以外にも様々な製品を取り扱っておりますので、ぜひホームページ等をご覧いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。